これで大体片付いたわね。メイ先輩、メイ先輩がいてくれれば100人力だわ。100人力って、私は超人なんかじゃないのよ。いいえ、メイ先輩さえいてくれれば100倍のパワーを手に入れたも同然よ。
どうしてこんなに強いの。こんなところで倒れるわけに。キアナちゃんだけでも。第三者の活動反応を検出。制限プログラム起動。地獄に落ちるがいい。 メイ姉様、キアナ、ブローニャ、もっと急がなくては。解読完了。ブローニャちゃん、よかった。あなたも無事だったのね。メイ姉様。
パスワードロック解読完了。操縦権限解放。戦闘システム起動。トロイの木馬ウイルス。いえ、崩壊エネルギーが漏出しているだけ、異常ないはず。ネゲントロピンの特殊戦闘機構、解読完了。
環境はクリア。重装ウサギ一級し、メインコントロールシステムの解読を開始。ログインパスワードなし。全操作権限を解放。どうして？神の名を語りし女王、天より舞い降りて終焉を告げる。人としての名を失った K423 は空の律者だ。私こそが崩壊だ。 K423 には第二律者シーリンの遺伝子が入っている。僕の綿密な計画のもと、ここに覚醒したよ。通常攻撃は悪空の矛を召喚し目標を貫通するとともに空間のコアを爆破させ範囲ダメージを与える。律者エネルギーは K423 だけの力だ。パチンと指を鳴らせば召喚された力は空間をも破壊する。律者エネルギーは通常攻撃で貯められる。必殺技なら大量に貯まるぞ。律者エネルギーが十分にあるとき、攻撃ボタン長押しで目標エリアに1回大量の物理ダメージを与え目標を抗菌できる。その後 K423 は完全形態である律者形態に入る。律者形態は律者エネルギーを消費し続ける。与える全ダメージ大幅アップ。悪空の矛の最後の一撃は敵を攻撃の中心に吸い寄せる。律者形態時、攻撃中高速移動ができる。これで攻撃のリズムを保ちながら危険を回避できるわけだ。回避スキルを発動するとその場に時空静止エリアが生成される。移送残像で敵をかすめても敵を静止エリアに抗菌できるぞ。
QTE は敵が時空減速または破順した時に出場すると発動するよ。範囲内の敵に大量の物理ダメージを与え、一定時間自身の攻撃速度をアップする。今こそ裁きの時。虚数空間と現実の壁を引き裂き、怒りの炎で目の前の一切を洗い流せ。虚空の力を召喚し、前方広範囲の敵に甚大な物理ダメージを与える。敵を浮遊状態にもできるぞ。攻撃後生き残った敵は時空ロックされる。言葉だけでは味気ない。共に女王の破滅の舞を見ようではないか。まずは通常攻撃で律者エネルギーを貯めていく。回避で守りが薄い背後に回って集中砲火だ。律者エネルギーが溜まったらパチンと指を鳴らせば、女王は律者形態となり圧倒的な力を見せつける。女王は君たちの拙い演技に飽きたそうだ。轟の中に滅ぶがいい。神の前では服従か死しかない。律者だろうと僕の偉大なる計画の駒に過ぎないよ。